次に長長友友君はい国民民主党の長友一です、えー、自民党の派閥による政治と金の問題が発覚した昨年末から、私たち国民民主党は、古川基久政治改革・行政改革推進本部長の下、協議を開始し、政治資金問題をはじめとして、政党改革、選挙制度改革に及ぶ議論を重ねてきました。具体的にには令和の政治改革案について また政党法制定について、構想日本代表の加藤秀樹代表理事と意見交換、令和臨庁共同代表声明、政党改革を起点とした令和の政治改革対抗策定について、曽根康則慶応大学名誉教授と意見交換、平成の政治改革の振り返りと教訓について、星浩元朝日新聞社政治部特別編集委員と意見交換。 政治資金制度を改革等に関する緊急提言について、令和認知を視察総括の谷口正樹東,大大学東京大学教授と意見交換、政治資金に関する第三者機関の設置について、政治学者の鈴木孝宏氏と意見交換、その他、選挙制度について、また政治改革に関する立法について、衆議院法制局よりヒアリングを行い、また諸外国の政党法制、 について国会図書館よりヒアリングを行ってきました。そうした議論を党内で行い、議員間で協議をしてまとめ、1週間前の4月19日に発表させていただいたのが、お手元に配らせていただいている政治資金規正法等の改正についてになります。第1から第5までの大きく5つの項目に分けておりますけれども、要点をご説明させていただきます。第1、政治資金の収支報告の適正化、DX 化においては、 収支報告書のデジタル化を義務づけることで、誰もが見ることができる透明性を確保し、検索性を上げることと,ともに、現金でのやり取りがなくなるように、寄付および政治資金パーティーの対価の支払い方法は、そのすべてがあらかじめ指定した預貯金口座に入金され,されなければならないとしました。第二政治資金パーティーの規制強化については、収支報告における政治資金パーティーの対価収入の記載基準額を20万円超から、 5万円超に引き下げること、また外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払いの事了は禁止、さらに派閥による政治資金パーティーの開催を禁止することを明記しました。第3、議員の厳罰化、政党交付金の減額、停止等については、まず収支報告書に関する政治団体の代表者の責任を強化します。会計責任者に加え 代表者にもその記載および提出を義務づけることとし、秘書や会計責任者がやったことで私は知らないというようなことが、まかり通らないようにします。また、所属議員に規制法違反等があった場合は、政党交付金の交付停止を盛り込みました。これはぜひ他党も同じように改正を目指していただきたいと思います。第四、政策活動費、旧文通費対策においては、 政策活動費の廃止を訴えいました。こちらは、我が党は昨年10月から既に政策活動費は廃止しています。また、調査研究広報滞在費、旧文通費の透明化については、首都公開と残余額の返還を義務付けるべきです。こちらも我が党は既に自主的に行っているものです。第5、第三者機関の創設については、国会原発事故調査委員会を参考にして、 国会による政治資金に関する立法等の機能の充実強化に資するため、政治資金に関する調査および政治資金に関する政策についての提言を行う第三者機関を創設することを盛り込みました。以上、我が党の政治資金規正法等の改正について説明させていただきましたが、首都不明を放置する現行の現在の規制法の運用は甘すぎることを指摘せざるを得ません。 国民の感覚、民間の感覚とはかけ離れた現行の規制法の改正が、この委員会で真摯に、誠実に議論が行われますことを強く要望します。我が党としては、政治資金規制法の改正を皮切りに、政党改革、選挙制度改革、国会改革を行い、有権者の皆様の政治不信の払拭、信頼回復に取り組まなければ、また、この政治と金の問題は繰り返されてしまうと考えます。 ぜひ政党改革、選挙制度改革、国会改革にまで、国会全体で取り組むべきであること、そして自民党自らが生まれ変わる必要があることを最後に強く申し上げ、私の意見表明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました